はい、こちらなんですけれども広島市西区にある井の口大落神社の秋祭りです。この日神楽とこの後吹き出す花火で大変なにぎわいとなりました。地域の氏神様として熱く信仰されてきたこの神社は1024年に創設建され、なんと今年で1000年を迎えます。1000年、はい、計算間違ってないですね。1000年を迎えます。そうなんです。疫病払いや五穀豊穣を祈願して神社に奉納されたという神楽は地域の人たちが伝統を守り続けたもので、今年は21演目の神楽が披露されました。そしてお祭りのもう一つの見せ場はこちら、神楽の合間に奉納される花火。え、これ花火なんですか？これ花火なんです、すごい。山内さんいかがですか？いやいや、びっくりしました。ちょっと爆発に近い感じがしましたけど。はい、このね、すごくこう迫力満点の花火ありましたが、花火の起源は定かではないんですが、江戸時代末期に始まったとされていて、かつては神楽の合間に花火の技も競い合ったと言われています。はい、アフターコロナとなった今年はこうして県内さまざまな場所で山本さん、秋祭り楽しんでいますね、はい、皆さん。でもこの花火はすごいですね、すごいですよ ね。でもこうやってね、このお祭りでこの地域が明るくなったりこう活気が出るとね、はい、いいですよね、うん、こういう伝統というのは、ね、大事にしてほしいなというふうに思いますよね。はい。